はい、ギアラボがおすすめするイゾラインブレイディットライン CZR です。ブレイディットラインというのは編み込みをしたという意味なんですが、P ラインだとかそういうものを中心と、専用としたカッターです。イゾラインと申しますのはアメリカのライン専門メーカーです。ライン専門メーカーが自らラインをカットするというものを開発しました。このハサミなんですが、金属部は、もちろんステンレス製、ただ、日本製の JIS 規格によって、作られた SAS304 を作っています。プラスチック部は、PP の射出成形という非常に簡単なもの、コンパクトで、軽い、たった 16g というものです。さて、これがどれぐらい切れるのかということなんですが、今ここに、四つ波さんの非常に素晴らしいあのフルドラグというウルトラキャスト版、8号というものを持ってきました。8号というともう本当にマグロの、150キロ200キロが十分に狙えるというものです。これをカットします。このように片手持ちでスパ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 切れてきます。何か料理番組のようなタンタカタカタカタンタンタンタカタカタンタンタラタラタラと全くミスしません。同じように、P ラインの投げ釣り用のラインなんですが、1号だとか 0.8 グラムとか非常に細いライン、これは細いと逆に切りにくいってこともあるんですが、ご覧ください。全くミスなくスパ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 切れてきます。タンタカタカタカタンタンタンタララララ、もういいですね。はい、それから、四つ編みダイニーマノット225号ぶっといラインです。もうあの、ジギングなどで、アシストフックにつける、あのアシストラインですね。ケプラーノットの、どん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 今進化してるんですが、そのラインです。ご覧ください。こういうふうに簡単に切れてしまいます。イゾランブレンディットラインシーザーズです。